というわけでちょっと魔力解放見とこう。これでやろうか。バトル開始。チャプター7、快楽と熱情。新しいマップだからまた、あ、遊園地っぽい。イブリ。あ、ゼノじゃん、ゼノ。確かにここで見たのだな。4人組の女は。噂をすれば。確かに見た。それにあんたの言っている特徴とも同じだったよ。そうだ。もし適当なことを申していたら、しかるべき処罰を下すからな。ゼノさん。しかるべき処罰。今度こそ倒せるのかな。っていうのは具体的にどういうやつだい？何このイブリンさんって。何？それはあれだ。こう何かと大変なやつであって。考えてないの。結構。私が痛めつけられる系のやつなのかな、それとも殴られる系。どっちにしろゾクゾクするわね。めっちゃ窓じゃんこの人。うわって引いてるよ、ゼロが引いてる。距離横、距離横、距離横されてる。攻められちゃうわけでしょ。薄暗くてジメジメした部屋でさ。何を想像してるんだ。よし、こいつはあの黄金木馬でとどめよう。評判通り、はあ、マゾヒスト、マゾヒストの魔法使い、通称ダブル M、 ウィッチマゾ、マゾみたいな。ウィッチマゾみたいな。それなりの実力者なのにこんな辺境の地で落ちぶれているのも納得だな。なるほど。落ちぶれている？私が落ちぶれてる。もっと罵るように言ってもらえるかしら。この人危ない。ああもう面倒なやつだ。もっともっと激しく。このうるさい、発情するな。この腐れ魔術。このやりとりがめんどくさいわ。そうよ、その調子よ。いかん、ドツボにはまりそうだ。とにかく遊園地内に侵入し調査する。準備整い次第第一陣は出発だ。出発だ。了解しました。イブリン、お前も行け。支払った金は道案内のためだけじゃないぞ。猟犬のように這いずり回れってことね。あ、最高。ある意味この人トラップで倒したらすごい本望なんじゃないかな。ちゃんとレグリナとの戦いから恥ずかし、屈辱トラップいっぱい使ってあげよう。戦闘で負った怪我から回復するや否やレグリナの再捜索を行っていた。その中で魔術師のイブリンから有力な情報を入手し、手勢を率いて王都を進発した。イブリンの案内で到着した場所は訪れる人もいない裏ぶれた遊園地だった。そしてイブリンの情報は正しかった。レグリナは工場を離れセリアに受けた傷を癒しながらこの遊園地に潜伏していた。さあ遊園地だ。だがそれもまた楽しそうなアトラクションがいっぱいありそう。くしくも聖門の導きによる出会いとなってしまった。ははは、どこだ魔女め。ん、誰ですか。魔女か。あら、あんたらが魔女なの。魔女はそっちだろ。うん、まあそんな感じかな。へえ、半信半疑だったけどいるのね実際。っていうか自分が魔女。我らはゼノシーン様配下の者だ。今度こそ仕留めてやるからな。ゼノってあの暑苦しい騎士。はあ、よく来たねここまで。でも好都合かな。我らの目的の品も届いているということですね。聖言付きの剣。コスプレ、コスプレか。あれこいつら片付けて。ゼノ、本物の魔女じゃないね。こっちが本物の魔女だから。ちょっとちょっと、その前にさ、いつでもハロウィン気分みたいな。楽しませてよ。楽しませてよ。楽しませる。
魔女と命のやり取りをするなんてめったに味わえないことじゃない。もうだからさ、私の心と体に新しい刺激を与えてほしいのよ。もう聖言を置いて帰ってくれればいいのに。とびっきりのやつを。キュフ、この人魔女ってやつだ。なるほど、話には聞いていましたが、これが本物です。あれ、あの胸元に埋め込まれてるのは聖言の力を感じる。これもまた引き合ったというわけですね。あ、たまたまね。引き合ったのね。だったら望み通り、とびきりの刺激をあげようよ、キン様。そうね、彼女の望み通り、制裁の時をあげましょう。だからあとはもう落ちるだけよ。ドーン、決まった。さあ手合わせ願おうか。手合わせ願おうか。ネビル、伝説に操ん語られるような騎士に憧れて騎士団に入った。ステータス挟む。メガロックと壁からのやつが対戦あるんだね。向こうが挟む系と、あれ吸盤、空から降ってくるタイプの罠か。勝てばいいんだ、勝てば。そうだ、勝てばいいんだ、勝てば。ステータス、パンプキンマスクが使えない。あとは大丈夫。そうだ、勝てばいいんだ。わあ、新しいマップだ。全然わかんない。フライトガーデンに行く。大半の悪役と一人の勇者やで。大半の悪役と一人の勇者。これ試して、フェンデラムとを使いマルチヒットを決める。ルミナスパネルを使った5ヒットコンボ。悪役の方が語られる確率が高いぜ。悪役の方が語られる確率高いですか。ちょっととりあえずね、ここの部屋の仕掛けを見ておかないと。ストームライナー、嵐のごとく、弾丸のごとく、遊園地を滑走し続けるジェットコースター、ライナーライド、絶叫へと導く、ストームライナー。これが、引かれると華麗になるんだ。席に座らせると屈辱。ストームライナーの上部にたたずむ動物看板。これは何だろう、当てればいいのかな。あ、食べられる系だ。あそこに打ち上げればいいんだ、敵を。で、ルミナスパネルは違う、ライナー、ストームライナーを停止させる装置。ライナーストッパー、停止させて乗せるってことかな。遊園地の電飾看板に当てると感電するんだ、敵が。打ち上げるいうか。なるほどね。とりあえずこのマップを使うか。
メイデンバック。ハックか。メイデンハックで立てられて、1個前に落ちて、メガロックを当てて、ヘンデラムで飛んでって、スプリングフロアでさらに飛んで、ケツクまでして、サーキュラーと。というか、とりあえず。ということは、向こう側に行かないと。うわお。よし、全部溜まったかな。この血の跡は何なんだ。血じゃないのかな、あれ。は、誰か壊れる。おお、二人とも。ガシャーン。ガシャーン。飛んでって。こうなって。で、ストームライナーへ。がいない。あ、飛んでった。ワンダーパドックに行く。おお、あ、乗った。あれ乗ったらどうなるんだろう、あの人。あ、なんか叫び声だけ聞こえる。おお、おお、なんかすごいね。あそこの、あ、あれで乗った位置によって、あの動物の看板に食べられるかどうかが決まるのか。多分そうだな。ということは、あれギル逃げた、もしかして。逃げたっぽいな。じゃあちょっとこの人を罠にはめよう。よし、いった。で、そして、で、飛んでっての、で、こうか。ん？ヒットポイントだ。ヒットポイントなんですか。痛くない。あ、なんか今度一番前に乗ってった。おお、あ、そういうことか。とどめを刺すと罰で、あんたに恨みはないけど、ゼノのために。ゼノのために。ああ、ゼノが好きなんだ。特に耐性がない。 あ、そっか、とどめを刺すときだけ動物に食べられるんだ。なるほどね。ジャンヌさんどうしようかな。ジャンヌさんどこ行った。あ、いたいたいた。ちょっと一旦ジャンヌさん、ちょっと二人ともこっちに来ていただいて。怖い怖い怖い。あのギルさんだったら、あの動物の看板行けるかもしれない。この感じだとギルさん来そうだね。よしよし、その調子その調子その調子。怖い。やめてよ、そういうのやめてよ。あれ、食らわなかったぞあいつ。あ、消化してくれてる。うわお、そんなコンボある。せっかくだからヒールサークル使っとこうかな。ヒールサークルじゃないか、あれ。あれなんだ、打ち上げる床だった。まあいいや、もうちょっと大丈夫でしょ。怖い怖い。さあ、ちょっともう一回やりましょうか。キルさん、キルさん、キルさん。きたー、こう、ホーミング性が。もうちょっといけた、いけたけどな。ちょっと、ああ、勝てばい
ダメだ、間に合わなかった。まああとジャンヌだけかな。あとタイマンか。よし、じゃあちょっと動物の看板行きたいね。よし、食べられた。ギャーン、ギャーン、ギャーンの手つくまでの。さあ乗るがいいわ。乗らない、死んじゃった。もしかしてこれが魔人の力。罰連打しとけばよかったな。ちょっと動物食べられオチを見たかった。私の休日受けなさい。休日、向こう、まあ大丈夫だな。このあなたな、ナンシーさん、なんかさっきの人とに、あれ？セリアと、セリアだっけ？似てんな、なんかちょっと。人を切ったらどんな気持ちになるのか知りたい。そういう理由？あ、メガロックと天井から。まあ体勢だけだから大丈夫か。じゃあちょっと二人を。わあわあ、先にナンシーさんかな。わお、痛いっす、痛いっす。わあ、こんなとこにいたのあなた。じゃあちょっとここで回復しといて。よし、メイデンハック来い、メイデンハック。あ、ちょっと行き過ぎ行き過ぎ。どうしようかな、一回こっちに持ってきといて。二人いっぺんに行けないかな、ちょっと難しいか。ダメだ、ずれた。危ない、びっくりした。ちょっと一旦ナンシーさんを連れてきて、一回コンボはめればね、なんとかなるんだけど。一周してからね、からの、いいわ。あ、ずれた。早かったな。なんか敵の攻撃してくる時間がよくわからない。いけるか、いけた、いけた、オッケー。そこ、そこよ。で、こうなって2人来たね、2人来ちゃったね。で、ナンシーさんいけるか。おお、乗った、乗ったな。これで動物の看板いけないかな。よし、いったー。結構グロかった。やっぱり剣の道に進むべきじゃなかったかしら。結構グロかったね今。首が、首んとこ食べてたよ。やっ、魔女に攻められて。あれ、もうイブリン来るの？早くない？お互い、いたぶり合いましょうよ。イブリン来るの早くない？王立魔術学院、聖者の末裔であり天性的な魔術師であるが、魔性の神聖のド M で筋金入りの変態でもある。肉体的な攻めも精神的ないたぶりもこよなく愛している。快楽を得るための努力をいとわず魔術を、極めたのも快楽探求のためと噂されている。本命きた、わらわら、本命きたわ。この人だいぶ耐性あるな、あんな薄い薄着なのに。下からのやつが全体的にダメ。
まあ今作ってあるコンボは OK だな。あの人結構走るの遅くない？イブリア走るの遅くない？わあ。再生というか慣れてるのかな。ダブル、やっぱりピンクはエンラン。慣れてる、あ、慣れてるということか。そういうことか。とりあえず行った。とりあえず、あ、暗いぞ。なんか視界が暗くなったよ。あー、戻った。そういう効果の魔法か、あれは。なんとかエルシーさんを先にやっちゃいたいんだけど、エルシーさん来てくれるかな。ちょっと引っかかってるわ、ユーブリンが。どこ？あー、ちょっと外した。またちょっと周回して、あのタイミングを見計らってやっていこうかな。よし、2人とも食べられた。なんだと。なんか1人食らってなかったよね。よし、OKOK。暗い、見えないっす。エルシーさんダメか。エルシーさんどこ行った？いた。よし、ちょっとエルシーさんにとどめを刺したいから、ちょっとこっちに来てもらって、もうちょっと下。よし、ちょっとイブリンさんをちょっと拘束しておこう。なんかイブリンめっちゃ喜んでんじゃん、あれ。やだな、なんか。みんな悲鳴なのに一人だけ喜んでる。一人だけ喜んでるよね、あれ。なんかさ、プレイしててちょっと嫌な気持ちになる。全然なんかさ、嬉しくないんだけども。よし、じゃあこれであとはイブリンさんだけかな。おーっと、一旦ちょっとこっちに連れてきて、のここで待ってる方がなんか安全な気がする。あ、ちょっとずれた。早い。ごめん、さっき遅いとか言って。なんでたまに歩いちゃうんだろう。あー、ちょっと遅かったな。ちょっとたまるの待ってからの。魔法唱えてくれるとすごい助かるんだけどな、ここら辺で。行くわよ。よし、来た。潰されろ。
あれ、ペンデュラムが当たらないだと。ちょっとタイミングが違ったか。それでどう？どう？まあでもいい感じでとどめを刺せるかもしれないな。えい、どう？どう？それでどう？これでどう？と言われても、それでどう？どう？さあ、オッケーかな。一旦ここら辺まで引きつけて、引きつけてここで魔法を唱えてくれるとすごく最高です。落ちなさい。よーし、これで潰しての飛んでって、飛んでって熊手の、当たってない。あ、当たった。あれ変な当たり方したな。まあいっか。これよこれ、死ぬほど気持ちいい。もうこの人ほんと危ないわ。あれ、これで聖言ゲット。おお、誰も戻りませんね。イブリめ、魔女に攻め殺された。攻め殺されたか。まあ、結構攻めてあげた。第二陣前へ。第二陣。じゃあちょっとマップ変えようかな。女の子一人なら楽勝だよ。ベニー、前向きな性格。耐性がメガロックと天井のやつ。OK。もう全員同時に襲ってくれば勝てるんじゃないかな。来い。ちょっと燃やしてやる。全員襲ってきたらちょっとちょっと怖いですね。こんにちは。グレアムさん、非常に気が小さいの自分自身でも。ああ向こうが炎だけか。もう一人いないな。新しいマップ、ちょっと仕掛けを確認しておこう。ビッグスイング、フリコ運動して巨大な遊具、ストームライナー。ストームライナーがいる。ここに、ここも頑張れば乗せられるのか多分。ファニーバルーン、触れた人間を丸飲みにするよ。ああ、捕獲系のやつか。で、カエンタル。ビッグスイングは、これは、乗せる感じ？乗せる感じじゃないか。乗せるとどうなんだろう。どう考えてもなんかね、歯みたいなとこに当てる、当ててダメージ当てる感じだよね。まぁ、ちょっとあれを使ってコンボを考えたいんだけど。どういう動きしてるの、あの子。何にもしてないけど私。あれ、ポーラさんとかいるし。ジャストキル。誤差2ダメージ以内でちょうどゼロにするとジャストキル。正しい使い方はオープニングムービーにあったことを一昨日初めて知りました。ああ確かにオープニングムービーで出てましたね、これ。もう一人いるじゃん、これね。まあ、とりあえずあの歯に当てればいいかな。ということは、あそこでなんか固定すればいいってことか。最後、ゴールデンホースで吹き飛ばされる的な感じがいいか。ホットプレート、あ、ホットプレートでもいい。あんな飛ぶんだ、ホットプレートって。ちょっとゴールデンホース使いすぎだから、ホットプレートにしようか、これ。ホットプレートにして、なるべく向きを、あのビッグスイングの方に敵の向きをさせたいか。そうすると、そう。
ックして、あそこに持ってくんだ。こんな感じでいいかな。